巨大太刀魚の福音はちょうどこの月曜日にぴったしです。私たちが食べて満腹されたんですね。昨日日曜日でイエスキリストの体をいただいて、その御言葉によって満たされていました。本当に私たちが一週間働いて、一週間苦労してて、日曜日にイエス・キリストが私たちのために食卓を整えてくださいます。で、私たちがその食卓に預かって、無償で彼の復活された体、彼の命をいただき、そしてそれによって生かされます。意向を得ます。本当に安らぎを得ます。が、今日、改めて、一週間が私たちを迎えます。そしてキリストがいなくなる。実際にいなくなる。私たちがイエス・キリストを探しに行かなければならない。歩まなければならない。歴史の中に歩まなければならない。毎日の状態の道を歩まなければならない。その道は本当に楽な道ではありません。凸凹の道です。不安の中に私たちが歩む。本当に今日何が起こられるかわからないでしょう。家族の中では、仕事の中では、いろいろなね、学校とかなどに本当にわからない。相手はどういうふうに、その事実を受け取るか。どういうふうに相手は私たちに対して語るか、態度を取るか。そしてどういうふうに私たちが相手に対して態度を取るか。どういう考えが出てくるか。本当に不安の中に歩みます。この不安はやっぱり私たちのために凸凹の道を整えます。で、今日の福音では一つの質問がはっきり出てきます。私たちは、イエス・キリストを探すのは、彼の弟子、つまり、キリストの足跡を辿うのは何のためですか？何を探しているのか？今週、私たちは本当にキリストに探すのか？あるいは、彼の奇跡を探すのか？彼自身を探すか？彼自身を探すのか？非常に大切。そして違うんです。彼が自動アンバギではありません。私たちが、望む、恵み、望む、奇跡、印を私たちが、望むときに与えるものではありません。キリストは神の御旨、御父の御旨の道を歩んでいました。今も彼が私たちの目の前にいなくなるのは、やっぱり私たちの先に私たちのために御父が準備された、その御旨を行う道を歩みます。私たちの先だって行きます。私たちの前に、私たちの先頭に彼が歩んでいます。だから私たちが彼を探すのは、彼と共に彼の後ろに歩んで御父の御旨を果たすためか、彼がその御旨、その毎日の出来事を変えるために彼を探すのか。私たちがイエス・キリスト自身、彼によって、彼のうちに、彼と共に歩んで私たちが喜ぶ、満たされる。彼の愛、彼の存在、彼の慈しみ、彼の私たちのための存在。私たちのために開いてくださった道を歩むために彼に従うか、彼を探すか。自分の意志、自分の望み、自分の肉欲、欲望を果たすために彼を探すか。キリストが私たちにはっきり言ってます。あなた方が私を探すのは、印を見て私を信じるために、私を探すのではありません。あなた方は食べて満腹していたから私を探す。自動販売。普通のすべての宗教と同じような心を持って彼を探す。偶像。イエス・キリストを偶像にしてしまう。で、キリストは今日はっきり私たちに慈しみを持って、朽ちることのないパンのために働きなさい。何ですかこれ。彼自身。
彼は弟子たちにこう言われた。あなた方は知らないパンを私が食べなければならない。私の糧は御父の技を行うことです。神の御心を叶うことです。これです、兄弟たちよ。キリストがそれをしましたから、神の御父の御旨を果たしたので、つまり十字架に貼り付けられて、十字架に登って、死に葬られ、そして三日目に復活した。キリストは過ぎ越しました。これは神の技。私たちを救うための神の技。私たちはキリストをいただいたら、キリストと共に歩んだら同じ道を歩む。死に入り、十字架に貼り付けられて、奥さん、主人、子供、両親、仲間など、私たちのために十字架を準備しています。私たちはそちらに入り、手を広げて、相手のために命をかける。あるいは病気に入る。あるいはその不安の中に歩む。私たちを十字架に貼り付けられる、その不安、その健康の不安、その経済の不安、その性格の不安、などなど、そちらに入る。そのためにイエス・キリストが私たちを満たした。そのために彼が私たちに印として自分を与えてくださいました。で、本当にイエス・キリストをいただくならば、本当に彼と一体となるなら、本当に彼に従って、彼と共に歩んだら、彼の後に行きましたら、彼の足跡をたどったら、彼の道を歩む。これは神の技。信じること。神の技を行うためにどうすればいいかを、ただ一つ、信じる。つまり、自分のすべてをキリストに置く。私たちのすべての希望を彼にかける。私たちのすべて、彼に任せる。彼と一体となること。彼が私たちを導くことを許すこと。これです。これ信仰。彼に信頼する。信頼することができるね、兄弟たちよ。どうして？彼が私たちを愛する。彼が私たちを引き上げられた。彼が私たちの、すべてを与えてくださいました。彼がすでに私たちにすべて、自ら自分のすべてを与えてくださいました。彼が私たちを慈しんだ、許した。すべての罪を背負って私たちのために命を懸けました。そして復活したんですよ。つまり、その罪を消した。そして代わりには彼の命を、彼の新しい永遠の生命を与えてくださいます。この経験をする人が彼に従う。神の技を行う。信じること。信仰は心のこと、あるいは理性のことではない。恵み、もちろん天から下る恵みです。が、事実に現れます。信仰は。この事実は神の御旨を果たすこと。毎日、毎日の生活の中で、この私たちを迎える一週間に入り、そして、キリストの足跡、十字架への道、そして復活への道、その墓に入る道、そして復活への道を歩むこと。それによって私たちの満腹は本物となる。偶像ではない。私たちを満たすためではなく、満たされたら、相手に全てを与える。相手に満ち溢れている、いる命を与えること。これは本物です。私たちは本物の命をいただくなら、本物、確かな、素晴らしい人生を送ることができます。